近藤健次1月昭和23年は、日本の実業家。横浜商工会議所常議員。東洋アサイト宝石、アサヒスレート、日本カーボン、石綿食器、まさき山戸鉛筆、日の出石綿工業者、横浜大化レンが、横浜ホヌの各社長、昭和電極製造、昭和特使工、松尾工業、日本炭素工業、湘南電気鉄道、太平運輸、 基礎発電核、取締役、東洋電気製造監査役。近藤家は、兵庫県津南群育く保村に重視代々商屋を務めた、家柄である。近藤正恵の長男として明治七年一月、出生死後仙台峰の養子となる。明治二十一年家督を相続。明治二十七年同志者を卒業。台湾総督府に勤めた後、実業会に入り。 サミュエル紹介。横浜鉄道、横浜電気鉄道両社の常務や東洋、浅井戸宝石、日本カーボン、石綿宝石、昭和特殊工、正木大和鉛筆、横浜ホヌの、朝日石綿工業、朝日スレート各社の社長、横浜大化レンガ会長及び日の出石綿工業、朝日ビルディング両社の代表を歴任し、横浜商工会議所常議員も務めた。趣味は、 平だ和歌、俳句、囲碁。兵庫県在籍。東京都近藤家は、兵庫県津南行方村に十四代々商屋を務めた、家柄。近藤賢治の長男慎一郎は、政治家、川崎拓吉の長女と結婚した。近藤の次女、淳子は弁護士、高島文雄に嫁いだが、文雄、淳子夫妻の次男、高幸は、三菱辞書の取締役を務めた。 岩崎彦屋太の三女、美智子と結婚している。彦屋太は、三菱財閥の創始者、岩崎屋太郎の着孫で、三菱の三代目、総帥、岩崎彦屋の長男にあたる。旧三菱財閥の流れを組む、企業集団、三菱グループと三菱鉛筆は、三菱の文字も使用する上ロゴマークも同じであるものの、一切の資本、人的関係がないが、 三菱鉛筆の前身、正木山戸鉛筆の社長を務めた近藤は、次女が嫁いだ高島家を通じて、三菱の創業者一族、岩崎家と隕石関係で結ばれることになった。なお、近藤の長男の岐阜、川崎拓吉が所属していた立憲民政党は、三菱財閥と密接な関係を持つ政党であった。また、近藤の外孫で、高島文雄。 純子夫妻の長男、信幸は父、文雄と同じく弁護士となったが、信幸の次女が、鉄鋼ビルディング取締役の増岡隆一に、嫁いでいる。増岡の重視が、三菱鉛筆現社長、数原英一郎に嫁いでいるため、近藤家は高島屋、増岡家を通じて、三菱鉛筆の現オーナー一族、須原家と隕石関係にあり、須原家は、増岡や 高島家を通じて、岩崎家とも、隕石関係にあると言える。明治16年1月生没川崎拓吉明治34年7月生、没明治39年2月生没明治35年10月生、没明治36年10月生没昭和2年2月14日生、平成22年6月18日没昭和6年12月14日生、 昭和56年10月21日、没明治40年2月生、没明治44年5月生、没大正元年9月生、没大正2年8月生、没大正5年7月生、没大正8年6月生、没大正13年7月生から1925年に、辻堂海岸に別荘として建てられた。沿道新設計による家が、藤沢市民会館敷地内に一区公開されている。 ありがとうございます。